ついに始まりました。 WBSS 日本に初めてやってきた世界最大最強トーナメント、井上尚弥のビッグパンチを受けたときに、はい、やばいと思うのか、それともこれならいけると、井上はビッグパンチ出しないので、はい、まず軽くボディを放っていこうと。これは世界的な大会でもあるんですけれども、世界的な出来事でもあります。その右です。これはね、スパーリングでもよく出してるんで、得意パンチではあったんですけど、まさかこんなに綺麗に、はい、